この試合はスーパーフライ級3分3ラウンドで行われます。さてライズワールドシリーズ2021大阪2丸善インテックアリーナからお届けしております。第1試合はスーパーフライ級の試合が組まれました。さてアベマの放送席ご紹介してまいりましょう。解説には山口博人選手、そして山口優真選手、ゲストには福井セリナさんをお迎えしております。お三方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山口博人さんと優真さんは解説は初めてということで、初解説です。うわ、どんなお気持ちですか今？アホなこと言わないように頑張ります。気をつけてくださいね、ヒロトさん。気をつけてくださいよ。ユーマさんいかがですか？いやもう普通に家で見てる感じで、入場の時かっこいいなとか言って、さっき教えてましたよね。声漏れてましたね。しっかりとオンエアに乗ってましたんで。さあ、珍しくスーパーフライ級軽量級の試合からスタートになります。さあ試合スタートです。3分3ラウンドで行われます。共に黒のトランクスを身につけています。サウスポーに構えているキングタケシ、前蹴りを出していきます。タメダです。ヒロトさん、はい、タメダ非常にパンチ持ってますよね。そうですね、うちのジムの鈴木さんに叩いてやられてますから、ね、はい、ダウン取られましたよね。一発だから、まあ、でも結構出ますんで、はい、ね、そこに待ち合わされたら今年の2月に鈴木雅彦と対戦がありました、まあ、結果警報負けを喫したんですがダウンを奪いました。あの時はヒロトさん本当にびっくりしましたよね。声出ましたね。ユーマなんか下げてましたもんね。ユーマさんはもうやっぱり声が漏れがちなんですね。漏れがちなのにあんま喋らへんすか。ちょっと解説もちゃんとしてもらわんと。そうですね、あのギャラの分だけ喋ってくださいもう今サウスポーと右ですね。そうですね、キングたけしはサウスポーに構えています。今も2人とも蹴りで様子見てますね。はい、課題の出方を、まあ、このキックを使っておっとミドル、左ミドルを出しましたキングたけしです。まあ、ゆうまさんサウスポーに構えていますからキングたけしは左ミドルが入りやすいですよね。そうですね、でもなんか2人ともそんなに蹴りうまいですね。ただお互いに蹴りから入っていってます。亀田選手なんかちょっと動き悪いなって感じがありますね。あ、そうですか。やりにくいってなってますね。はい、ちょっとやりにくい感じがあるんでしょうね。キングタケシサウスポーに構えています。左出しました。ジャブをついていきます。タメダ右、少しプレッシャーをかけています。タメダ右から左フット空振りです。距離合ってないですね。あ、それどっちですか？タメダさん。タメダがパンチの回転早いからタメダさんでしょ。はい、いや、それで行きたいやと思うんですけど距離が合えない。ガールキック、右フック効きましたね、ちょっと。そして右から蹴りを出してきました。逃がすなよ、逃がすなよ。カードパンチを持っていますタメダです。右フック、ちょっと打った方がいいですね。ちょっと自分のパンチがね、バックフロー空振り、下ナイス。それそして蹴りを出します。左右フック、キングたけしの右フック、ジャッキーですね。はい、右、残り時間が10秒切っています。下打った方がいいですね。ボディ散らした方がいいですね。内訳必要ですかね。ここでゴング、第1ラウンドが終了です。さあ第1ラウンドが終了となりました。で、ここまで最初の3分間が終了いたしました。両陣営分かれます。さあそしてアベマの放送席映ってますよ。今日解説には山口博人さん、そして優真さんのご兄弟、さらにはゲストには福井セレナさんをお迎えしております。本当にこれ放送されてますからね。はい、放送されてアホなこと言わないようにね、はい、気付けながら、生ですから言ったら取り返しつきませんから試合に集中しましょう。はい、さあ、どうですか、じゃあ試合ご覧になって、ヒロトさん、ここまで1ラウンド、今のところ、イーブンちゃうかなと思いますね。ユーマさんはどうですか？ダメダ選手がちょっと打たれ弱いところあるんで、このまんま、そうですね、打たれ、打ち分けがうまいんで、キング選手、はい、だからこのまんまいったら、そのうちどっかで当たりそうやなっていうのはありますね。ラウンド2
第2ラウンドへと進んでまいります。まあ福井さん、この1ラウンド、失礼、第1試合でね、スーパーフライ級の試合というのは結構ね、ライズ珍しいんですよね。はい、でもかなり試合目からアグレッシブですね。そうですね、お膝出てきます。カメラ、うん、こういうですから、ユーマさん、内訳が必要なんですよね。そうですね、キング選手のあのインロー、はい、結構効果的かなと思います。おー、痛そうだな。キングの勝負で行ってます。はい、ナイス、ナイス、やっぱね、小さい人からしたらでかいのはやりにくいと思う。8センチの身長差があります。リングストレート、カメラ、もう一回を出してきます。おー、ナイス、ナイスだ。右出してきました。キングタケシ、はい、あ、右だ。あー、右、キングタケシ、2人ともボディー見た方がいいですね。はい、井上ばかり、亀田選手、膝をした方がいいですね。はい、ナイスタイム。さあ、そしてアベマ独自の集計です。アタックカウンターも表示されております。ナイス、お、ドキタちゃん近い距離、すごいついて膝とか行きたいですね。あ、それは亀田ですか。亀田です。はい、俺ら絶対落ち着いて膝なんか出したことない。まあ言うのはね、簡単ですよ。言うのは簡単です。やるのは難しいんです。アッパー、大谷さんです。カメラのアッパー、あらい、膝、ナイス、膝落ち着いてます。膝絶対当たるから。はい、そして前蹴り、上の膝絶対当たりますね。膝もっといった方がいいですかね。カウンターはキングタケシが出てきました。キング選手前ぐらいのもうちょっと前行った方がいいですね。危ない今の距離だったら。ちょっと中途半端ですかね。はい、膝ハイです。はい、広田さんのご指摘です。ご兄弟を迎えてますから、もう声も似てるんですよ。聞き分けるのも大変で、ちょっと声高くしてくれる。一音高くお願いします。ナイス、ナイス、ナイス、キングタケシがちょっとプレッシャーかけますか。膝で迎え撃ちたい。カメラ、もうちょい行く、右、カメラ選手、顔面の膝とストレートを出してたらどっちか当たると思います。もう一歩踏み込みたいか。残り時間が30秒切っています。第2ラウンド、ナミにストレート、カメラ、そしてアッパー。ちょっとヒロトさん、キングタケシ距離もう少し詰めたいですかね。いや、でも今の距離いいですね。いいですか。すごいです、すごいです。コーナー押し込んでいく、時間がありません。第2ラウンド、キングタケシここでゴング。第1ラウンド失礼、第2ラウンド終了です。いや、これはしんどいですね。かなりまあ消耗戦になってきました。激しい打ち合いです。さあ、2ラウンド振り返って、ヒロトさんいかがですか。まあ、まあ、クリーンとしてさしてるのは田村選手かな、はい、まあ、でも押してるのはキング選手なんで、うん、まあどうなるやろうな。カメラの攻めてるシーンご覧いただいてます。まあ、押してるのはキングタケシなんですけども、そう、フリーズを当ててるのは田村選手ですね、はい。まあ、出てくるところね、膝をうまく合わせたりというシーンがありました。第2ラウンド、腹の膝と、ね、顔面の膝もスパイクやってるんで、うん、その辺が効果的というところですね。はい、3ラウンド目ちょっとどっちか、ね、動くかもしれないですね。ダウン取れるかもしれないですね。いやー、でもユーマさん、2人とも結構消耗したんじゃないですか、2ラウンド。そうですね、しんどそう。でもこの消耗戦やったらキング選手が有利かもしれないですね。あ、そうですか。さあ、経験を持っていますキングタケシ。さあ、ファイナルラウンドです。最後のラウンドが始まりました。出てくるカメラ、カメラ左右のパンチで出てくる。おー、ボディー、はい、キングタケシのパンチ、おー、ナイス。右の膝がいいですね。左はサウスポーで右の膝、はい、カメラですね、はい、あー、ごめん、右膝構えてボディ。キング選手前出るんですけど、左簡単に逃がすからこういうの、はい、簡単にです、ね、前には出てはいるんですけどね。カメラ選手もっと右膝を前来るんでカメラ入れたんですね。キングタケシがパンチを振ってプレッシャーかけてきますが、ここで右の膝が有効だというご指摘がありました。キ
たけしが出てくる。いや、すごいプレッシャー。あーと、バッティングか。左。いやでも、ひろとさん、すごいプレッシャーですね、キムたけし。プレッシャーやばいですね。膝って先みたいですよね、今。右の膝って。声に出したい日本語ですね、はい、今。膝入れた方がいいっていうのは、もう本人分かってるんですか。出してたら、出してたんで分かってると思いますけど、多分当たってきて忘れてますけど。バッティングですかね。ハーバット。タイムストップです。一旦時計が止められます。あ、折れたんじゃん。あ、このシーンです。バッティングのシーン。ちょっと一回こっち見てくれ。まあ小さいやつと、ね、身長差があったら、はい、どうしても当たってしまう。めっちゃ痛そう。ヒロトさん経験あります？はい、ちょっと回復もあるかな。めっちゃやってますから、ね、忘れましたね。あるかもしれない。バッティングの経験は。はい、ユーマさんいかがですか？バッティングされたことですか？はい。そう。覚えてない。する側じゃないです。選手の回復を待つ。する側かもしれないです。もしかしたら。気をつけてください。本当気をつけてよ。最近格闘技界でね、バッティング。いはい。流行ってますもんね。第3のパンチもそうですね。アメタが、ね、いいですか。流行ってるわけじゃないですよ。歯から来たから、歯から来たね。歯がちょっと痛い。でもここで休憩できたら、為田選手の方がいいです、はい、あ、もう一度リプレイです。懐入ったところですよね。打ち終わり。これはやばい。あの、グーと歯がグーがあったら、痛みはどんな？歯が痛いですね。歯抜きに。しっかりあの、さん一瞬歯が取れたと思ったんですかね。いや、そうなんですよ。抜けちゃったのかと思ったんですけど。これはマウスピースですね。赤と黒ですね。血が出てるのかな。確かに遠目に見るとね、一瞬ドキッとします。怪我したらファイトマネー全部なくなるから、治療費で。それ辛いですね。いや、格闘家のまあちょっとしたトリビアと言いますか。そうそう、それあの別からですね。いけそうですね。でしょうかね。でここで1回中断になったから流れがどうなるかとか、体力もだいぶ回復していると思うんで、はい、あと何分この短い間でも結構体力も回復するものですかね。回復しますね、絶対ちょっとは。で、あと2分ぐらい、ここでどっちが流れつかむかですね。結構ね、タイムストップ明けでガラッと流れが変わることはあります。試合に大きく、まあ、影響を及ぼします。タイムストップどうやら再開のようです。バッティング、まあ、偶発性のバッティングがありました。キングたけしのバッティングによりまして、今時計が止められておりました。こうバッティングもそうですけど、キンデイドがもやられた方が、うん、集中なくなりますからね。あ、そうなんですね。さあ試合再開です。1分半以上あります。出てきたキングたけし。キングたけしのプレッシャー。出てくる、出てくる。これはもうずっと行くでしょうね。はい、そうでしょうね。右さん、そして左フック。右やってました、止めた。当たってないですからね。押してるだけなんで、はい、有効打ではないということですか。ダメだ、選手は集中切れてます。サウスポーに、はい、これいらんすね。あ、カメラですか。あんまり言わないし、右のまんまでいいと思います。どうなんでしょう、サウスポーに構える理由って何でしょうかね。分かんないです。まあ自分ではなんかあるかもしれないですけど。そうですか。カメラのサウスポーに構えています。踏ん張っています。残り1分切っています。かなり消耗してるでしょうか。なんか押してますね。そうですね。プレッシャーはキングたけしがかけ続けます。集中切れますね。これさっきまで流れ変わっちゃうんですか。変わりましたね。もう早く切れますね。そして途中で切れましたかね。残り30秒、ほとんどキングたけしが手を出します。ここで終わらすね。そうですか。もうね、お二人はかなり強いですからね。そうですね。そこでしかやってないね。いや、本当に一番の得意科目です。さあ、まずはしっかり修理します。はい、さあ、どうか。審判、まだキングたけしが手を出し続けます。押していく、押していく。なんとかしのいでる、ためだ。どうだ、コーナーに詰めた。打ち返す、ためだ。膝出しますが、ここでゴング、試合終了。これは判定、判定分かんないですね。最後はキング選手取ったかなと思うんですけど、はい、1-2 はどうなのか、うん、分かんないですね。そうですか。ヒロトさんは分からないと。はい、ユーマさんいかがですか。
僕、そうですね、為田選手のこと好きやから僕、お、そっち寄りでしか見てなかったですね。そんな、あかんねん。なんでお好きなんですか。かっこよくないですか。まあ、どっちもかっこいいと思います。上村さんが缶バッチ買ってました。あ、まあ、為田選手のかっこいいわ、それやったら。上村さんがかっこいい。認めた男。確かに。それでは、さ、それでは判定が発表となります。ジャッジ小川30対29、赤がキングたかし。最後飛んだすね、3ラウンド。ジャッジ永瀬29対29、ドロー。ジャッジ板坂30対29、赤がキングたかし。競り勝ちました。2対0の判定を持ちまして勝者、やっぱりあのバッティングちょっと影響が出ましたかね。キングたかし3ラウンド目はかなり前に出ました。プレッシャーをかけ続けたキングたかし。ジャッジは30対29が2人、そして29対29ドローをつけたジャッジが1名、まあ、ジャッジ2名がキングたけしを支持いたしました。わずかな差ではありましたが判定勝利を収めています。面白かったですね。あ、楽しんでいただけたと。亀田選手もっと当てたいですよね、パワー当てんから。はい、それではちょっとリプレイで振り返りましょう。これ3ラウンドです。キングたけしのラッシュ、もしかしたらボディ効いてたかもしれないですね、田辺選手が。ああ、そうなんですね。キング選手のボディストレート、はい、お前な、結構当たってましたか。なんか先当たってましたね。いやでも35歳のね、キングたけし、このスタミナっていうのはでも広田さんすごいですね。すごいです。お、僕は無理です。無理です。もう諦めますか。はい、そして、ゆうまさんいかがでした。選手会場が、いやでも面白かったですね。はい、そんな言葉がいただければ大丈夫です。キング選手が泥臭かったって感じで、こういう選手はいいですよね。はい、ということで第1試合スーパーフライ級の一戦、キングたけしが為田相馬を判定で下しています。